ことひろゆきです、自己紹介で言ってももうみんな お分かりになってると思いますが、この頃皆さん お考えのところに私たちがだんだんと即応してきたということで、私たち言ってることは何も変わってないんですけど、世間がどんどんとそれに追いついてきたということで、目に見えない世界、それから今まで裏側に隠されてたような世界が表側に出てきてるということで、まあ、名前が僕は表に広く明らかにする表広明という名前なんで、その使命の通り一生懸命やってきたわけで、今もこれからも何も変わらずに進んでいくと思います。今日お集まりいただいている、素晴らしいメンバー、この間沖縄も一緒にやらせていただきましてね、相馬先生ですね、もう自己紹介、有名な相馬でございます、はい、ヘブライ研究ではこの人の右に出るもんはいないと、もうそのうちノーベル賞を取るやろうと期待しておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、私は古代とユダヤの関係、またユダヤとアッシリア、エジプトという関係をずっと研究してまいりました。昨年、論文が完成しまして、ヘブライ大学に提出しまして、6月にヘブライ大学で公式に講演することになっております。これから日本は大きく変わってくると思います。そうですね、日本の役目もありますし、でちょっとスピリチュアルのこともこれからちょっとスピリチュアルのこともちょっとあえてなんかね、ヒカルランドでもまた出版とか入れてますので、ぜひまた、今まで言えなかったですけど、一応そのヘブライ大学まで、発表すればもう自由に発言できると思います。乞うご期待です、はい、じゃあ安徳天皇の子孫ですね、自称と言ってますけど、ほんまにそう祀っておられて、沖縄では門中が続いておりますね。ですが安徳天皇は生きている現在もということで、その子孫代表してですね、石木先生、沖縄から来ていただきました、はい、こんにちは、沖縄から来ました石木です。今山手先生おっしゃったように、安徳天皇のは壇の浦で滅んでないと、逆に言えば安徳天皇あるいは南宋平家が琉球国を築いたというぐらいの勢いで、歴史の勉強、研究しているものです。で、本にもしていたり、いろんなちょっと講演等もしておるんですけど、今日はもう甘えて表瀬先生に、引きずり込まれて神戸まで来ました。で、神輿に担いでるんですね、はい、で沖縄は縄文 の一番遺伝子が日本で一番アイヌア別格として、残ってる島で、邪馬台国のルーツである、神武天皇のルーツでもある、いろんな意味の、南方の小さい島だけど竜宮城であるという認識のもとで、今日はまあ真っ先ながらね、いろんな話をちょっと相馬先生の一緒に勉強させてもらいたいと思ってきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。豪華メンバーです。あと小笠原先生ね、声だけで、いやなんで顔見せたの、いや今度また頭ピンクにしてはい、声だけでいいですか、はい、私の本の出版のですね、はい、バックヤードをですね、ものすごく、もうバックヤードというか、もうこの人が半分以上本書いてるじゃないですか、とんでもないです。もう知識といい、我々の感性といい、ぴったりのことを、私が言ったことを確実に表してくださってね、こういうメンバーがいるから、私も世にね、いろんな形で取り上げていただくことができたと思います。私はそもそも山影もそうですけど、ね、影に隠れて修行する役目なんですが、名前が本名が表広明やからこの影と表が一個になったりとか大変なことなんですけど、まあ小笠原先生がね、今回もいろいろとむしろ影で暗躍していただきまして、もう非常に素晴らしい出版にまたね、急いで2冊目こぎつけて、私が2冊も本出すと思ってなかったんですけど、ちょっとこの今回の件も壮大なシュメールから現在未来に至るまでのことをよく書かれました。第1弾のね、先生の1作目がちょうど1年半ぐらい前ですかね、先生のご縁いただきまして、もうヒカルランドの支社長がもう本当に2つ返事でね、ぜひ出版ということで、で1冊目できたらすぐもうやっぱ売り上げっていうか反応が良かったんで、もうぜひ2冊目よっていうことで、で1年半後に今年の2月ですかね、出ることになって、で先生が前からね、シュメールのことはおっしゃっていて、でそれまでこれね、スム先生はユダヤという言葉は、
部別の呼び方だからということで、ちょっとイスラエルということでね、古代イスラエルと日本の関係についてはいろんな方がね今あの再びブームが来てますけど、それは一つの流れやと、それよりももっと古いシュメールからも来てるよということを前から一人で言われてたんだけど、誰もそれ耳が取るといなかったということが、だけど先生がね言われて、あ、私もそうかなと思って調べてた、最近シュメールシュメールってみんな ねまた言い始めてる。だけどやっぱりその、瞬き3000年、あるいはその世界史とリンクさせた形で先生のように俯瞰してそれを言っている人は、まあ、私も調べました、 いらっしゃらないんですよ、うん、だからやっぱり先生が2冊目で、まあ、スサノオがやっぱり初国知らしめすというね、やっぱり使命を帯びて、まあ、まずシュメールから始めて、でそのシュメールの末裔がさまざまな民族になって、うん、またあのサケがねふるさとの川に帰ってくるように、はい、日本に帰ってきたと、でまたそこで新たな文明をね作ってきた。だからそういう俯瞰した大きな流れとしての歴史観、まあ、これ表史観ってね先生おっしゃってます、はい、やっぱ表史観がねやっぱ今こそ必要とされていて、まあ、今古事記もねブームになってるけども、やっぱ8世紀に書かれたもの、だけど先生がおっしゃってる古紙文書にしても、古史古伝という、まあ、被された、ね、そういう歴史書があるし古伝もあるし、そういうものをもう一回掘り起こして新しい生き方のねやっぱりヒントがそれ詰まってんじゃないかと、でそれをずっと先生はおっしゃってて、そこにねツーランドさんとか、うん、いろいろ若い世代がねやっぱ注目してきてるってことね先生。そうです、もうだからヒカランド社長がねもうすぐ私にも目が入ってもうツーランドで、ね、あの YouTube で流れて、それがちょうどその2巻目のね2冊目のあれとリンクして、ね、Amazon1 位です、うん、その週の、僕がよう分かってない、ね、全然分かってないんですけどねねえ、だからもうイカランド社長大喜びで、ね、まあ、今日はねそのため の、 あの出版記念講演会で、あの私がちょっとねあの社長入れさせていただきます、もう素晴らしい、今後ともよろしくお願いします。なかなかこれだけの知恵者はいない、ね、まあ、この中であの相馬先生もまあ言ったらあのもともとね、そんなイスラエルと日本でそんなまたまたというようなとこから来て、ちゃんと学習者でなって、ね、でそれもまあ半分その時は変なやつなんです僕ら。で変なやつのまんま来たら変なやつがなくなってたという状況ですよね今。でそれはもうそれこそもう学術で認められてるわけやし、で我々も皆さんがちょっとあの理解してきた、でそこにやっぱりそ の、 あの沖縄の件、一番ひな形になる沖縄の件で安徳天皇の件が、これ初代琉球王やって言ってね、春天王ね、ということは琉球王国ができたのは安徳天皇によって築かれたということを、これすごいことですよね。まあ、南宋平家とあれですね、900年前にあれしてて、ただ今回感じたのは10年前からお互い出会っても良いタイミングもあったと思うけど、でも今なんですよ。10年前ではちょっとねまだ早かったのかな、周りがついてくる、ね、神様がね、神様が神事故ですよね、まさにね、はい、この 7,8 年ぐらい前に一回あの沖縄のね、沖野宮の件で、はい、僕は琉球大神楽っていう神楽にしたんです、それは、はいはい、あの神武天皇のストーリーでね、はいはい、家屋島に行った時ね、でその時の時も一緒に行って、ね、でみんなであの柔らかさでお祈りしたんですよ、うん、ほんならねバーンってあのごっつい日輪になって、でまた女性の人で泣き出したね、でその時にいやシュメールからねこれ海つながってるシュメール、いや今シュメールまでこれやあれ8年間ぐらいの元々ただ今となれば今は10年前からいらっしゃって沖縄にいらっしゃってる、あの時会ってるメンバーは全部僕も知ってたんです。そうですよ、結局ね陽気さんだとか島幸子さんだとか、ね、宮司さんとか、そうですよね、結局的に、まあ、今の方が、10年前あったよりは話が100倍ぐらい今濃い、濃い話ができるんですよ、ですよね、分かっててやってる人、はいはいはい、言いたいけど学術者としては言われへんねん、今はいけんねん、この10年でちょっとボーッと変わってくる、本当ですよ、本当に平家、南宋平家にしても、うん、徳天皇にしても10年前だったら、うんうん、都市伝説ちょうど田舎伝説、そうそうそう、地元の沖縄では、はい、その安徳天皇についての、はい、その理解ってのはどうなんですか。脳です、あの脳中うちが喋らないから、本家が言わないから、そうなの、はいはい、僕らは隠すのが仕事です。下手したらためとも伝説なんてことだから、源氏やでしょ、源氏の宇治残ってないのよ、薩摩がそういうふうにしたんです、うん、そうですよね、だけどその薩摩はね、どっからやる菊池氏のね
あの西郷隆盛って菊池氏なんですよ。菊池氏は南朝系、南朝なんですよ。後醍醐天皇ですよ。また上でつながるんですよ、ね、ということはね、あの僕は伊平屋と出会ったように向こうから行ったわけでしょ、うんうん、で神武天皇は伊平屋島から行ったよ、ね、船出して、そう歌まで作ったんやから。そうなんですか。ほんで大々的にやったんやから、その行ったやつらが一番最初鹿児島についてて、うん、でそれが後に薩摩になってくるとすんねんやったら、うん、これ兄弟喧嘩ちゃうんだ。なるほどなるほど、という話なんですよ。だからスパンを長く見ると分かる、うん、まとは一つやったと。今日もね、僕どこまで行っていいのかちょっとね。いや、あの今日はどこまで行っていいですよ。全然言ってね、さっきね、大本先生言ったイザナギイザナミ、うん、沖縄イザナギはどこ、イザナミはおいな、そんな神社元のイザナは、うん、イザナ島です。沖縄の島なんです。そうなんだ、はい、天の岩戸がある島なんです。あ、やっぱそうなんだ。アマテラスだけじゃなくて、はいはい、イザナギイザナミから、はいはい、スサがあったスサノオの、あのオロク、あのウルオチョウっていうのも、あのオルク飛行場、ナハイ工場、ウルクというんです。地名の地名が沖縄に点在してるんですよ。あ、じゃあ地名が乗ってるんで、沖縄経由でこう本当に入ってきたんだ、はいはい、あとはあのシュメールの上の方にヤマトバルってあって、これヤマタイ国、ヤマトバルって先生、そうですね。ソワ先生にも逆に一緒に聞けたい。あ、そうね、あそこで繋がるわね、うん、で実際沖縄、まあ、ソワ先生はもう10年前から沖縄いらっしゃって分かるけど、うんうんうん、例えばあの杉越の、うん、あの羊の生の血を、赤いあれを鴨居に、うん、あの塗って、はいはいはい、難を逃れた中の、うん、沖縄では今でも毎年塗ってるんです。ああ、そうなんですか。え、じゃあスマ先生はそのイスラエルの文化のルーツで沖縄に調査に行かれて、はい、まあ、私 の友人が、あのそれをずっと調査してまして、全ての祭りとの整合性がある、はい、あ、そうなの。本島だけじゃなくて沖縄からやっぱりあるんですね、はいはい、だからあのユダヤの行事は沖縄の行事として残ってるのを、先生の一番信頼されてるあの猿女性が絵本にして出してるんです。そうなんですか、はい、いや、てっきりね、その淡路島とか、ね、こっちの方の人たちかなと思ったけど、最初にじゃあ沖縄、そうやっぱり海洋ルートで来る時は、そうですよね、海洋ルートから玄関口だった。そうそう、結果的に、また話は飛びますけど、うんうん、ペリー提督も、うん、俺がな、うんうん、あの日本を開国にした、はいはい、あのペリー提督の話、1年前に沖縄にペリー基地を作ってるんです。ああ、そうなんですか。沖縄発なんです。玄関口なの。あの結果的に、まあ、黒潮的な、黒潮、そうです。潮のルートはそうなってる。どうだね、あの薩摩山も、うんうん、あの中国から来たのは沖縄で琉球門にして発展させて、品種改良して薩摩行って小石川診療所で薩摩芋として全国に行った。直下元は沖縄だ。三味線もなるほど、なるほど、津軽三味線も今5000丁ぐらい津軽、沖縄5万丁あるんですよ。三味線も蛇の皮、そうなんです。だから三味線と猫の皮が茶だけ、はい、なるほどなるほど。まあこれも堺の、あの商人、まああのがあの沖縄の三味線を、うんうん、ハブの皮を、うん、あれ蛇の皮に変えて、うんうん、全国にまた出した。だからルーツは沖縄結構あるんですよ。やっぱり古装の、日本の古装の古い、そうですね、古装の、その縄文的なる、はい、その文化を残している人たちが、はいはい、今少しずつこう、はい、発言し始めたじゃないですか。でこれをね、やっぱこれを私は世界に届けることが、はい、多分日本のね、はい、お役目じゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。いや、もうそれはその通りです。だからさっきもちょっと言ったけどね、あの要するにイスラエルの件で揉めてるやんけ、親の顔が見たいわ、俺僕ここの子って、それ自分で自覚ないねん、はいはい、ね、だからそこ分かったらやらなあかんことが。素晴らしい、でしょ、おっしゃる通り。いや、だから今ほら、うん、縄文ブームに乗っかってきてる人もいるじゃないですか、はい、今なんかブームらしいからって、はい、そうですね。じゃあ縄文の本質は何ね、それはどういう根拠で言ってるのっていうことを深掘りできる人っていうのはなかなかいないようなんですよ、はいはいはい、だからさっき言った海原さんもそれをやりたかった、だけど途中でまあ行かれたと。だからやっぱりね、この先生たちがこう揃われてるっていうことは、まあ、これ私の言葉で勝手にね、ネオ縄文、つまり縄文に変えるんではなく、縄文のスピリットを持った我々が新しい時代を開くために世界にもう一回知らしめに行く、先生がおっしゃってる。やっぱその時期が来たんじゃないかなという、はいはい、ただ学問的な、僕学者じゃないので、はい、あれですけど、柳田国夫、はい、民族学で、はい、民族学会場の道、はいはい、で、うん、吉野美があのあの沖縄 あの滝富島から伊良湖岬、あの、うん、あの尾張の名古屋の岬に、はい、今でも吉野美は届くんですよ、海流に乗って、動かなくても。だから
昔は小出、3000年前ぐらいから小出来た縄文人は軽く移動してた。なるほどね。ね、なるほど。先生が言って海を移動してたんやと。そうそう。もうそれは僕らが言ったように日本史と世界史を分けたらあかん。うん、で今の教育でそういうふうにしたのは分からにくくするためなのか、うん、それともあの常識的にもう日本は日本のことやっとけと、うん、いうことをやったのか、そうそうそう、まあ、どっちにしてもこれ海はつながってるのが事実ですね。だからそう考えたら、うん、ポリネシアもね。あのだからね、これね、ものすごい重要なことですね。今日もちょっと話を持って、はい、あのね、大アジアって言うでしょ、うんうんうん、あれ大アジアってどこのこと言ってるのか言ったら環太平洋ポリネシア大アジア連合のこと言ってるんですよ。うん、なるほどなるほど。だから世界の3分の2なんです、うん、はい、ということなんで、うん、はい、分かりました。だからちょっと皆さんも考え方ちょっと頭変えてもらわないと、そうですね、これからはちょっと大海原になっていくということですね。はい、はいはいはい、ありがとうございました。安徳天皇の件に関してはですね、安徳天皇が、まあ、現実に、存命されて沖縄で初代の琉球王春天王というものになって、それが、まあ、春天王が水天宮でというね、水天宮には安徳天皇が祀られています、ね、それはもう東京行っても同じですけど、まあ、それの語源で言ってるわけですね。ですから実際はあの我々が聞いてた歴史と違うということ、まあ、それがあの私たちが裏鬼門を開けるという御神事が5年前から、まあ、向こうにはね、沖縄にはもともと菊の門があるんです。でこれみんな不思議やと思う。僕も初めあの亡くなったあの本人もちょっと書いてます。土井先生ね、今日掲げていただいてますけど、これはあのカタカムの研究家で、で大体人と組まない人なんですけど、僕のやつは山陰になるきっかけをこの人が一緒に御神事をやって宇佐八幡の表山でやってしまったので、あのやってしまったので、それから僕が山陰になったので、この人はもう責任取らないといけないとなったわけですね。ほんでもう人と組めへんけど、主にそんなやつはもう10年間は絶対一緒に海外授業行くと。ほんで僕があの正当な、いうか正当なか、まさに神事をやって、彼は裏側のあの悪をなんか人抑えるという裏神事をやるという、こういう配役になってたんです実は、ね、でもうモンスラットあのスペインも一緒に行きましたしね、相馬先生もね一緒に行きましたね。で本当になかなか不思議な人でしたけど、かなり、まあ、いろいろ能力もある方でした、まあ、そういうことがあって、我々はあのこの安徳天皇家にね、至るまで土井先生が初め沖縄にちょっと来てくれへんかという話になって、でこれあの一色先生もよくご存知の矢渕のね森本さんというね、まあ、あのおじいってみんなが言ってるんですけど、あのそのお兄さんとあの弟さんがいて、これ、まあ、霊能者なんです。でお兄さんは何言ってるかわからないです、僕らからしたら。もう全く沖縄の言葉なんで、これ通訳いります。もうそんな中で、お兄さんの方がこう見える、下ろしてくる人なんで、で僕が一番最初訪れた時は菊の門なんです。ボコーッと菊の門ついてるんです。でこれってなんかこっちがやつついでやってるんですか、いやもともと菊の門ですって言うんです。でもともとってどういうことですかって言って、ここから全部天孫氏と縄文氏天孫氏の話ですけどね、ここから全部五男ぐらいまでここから全部出ていったんです。ほんで天皇家というのを作っていったという話を、本物ですかみたいな話になって、でその一番長男原のところ矢渕というところのその祠ね行って、僕は最終一緒に最初もらったりしてたんですけど、まあ、そういう土井先生がつながってて、土井先生も霊能者ですから霊能者同士の話になって、でその後のことでお任せして僕らはお導きの通り行ったらええかなと思ってたんです、霊能者がおるわけやから。ところがなかなかそこから先進まなくなって、土井先生が、まあ、くしくも火事でお亡くなりになったと、ね、その後にこれをつないだ人物も50歳で脳梗塞で死んだと。で大体この葬式の一番喪主を生って言ってたのに、急に半年ぐらいで死んでしまってびっくりしたわけ、みんな。ほんならもう表さん死んだらあかんでとか言って僕とこ電話かかってくるぐらい、僕だけ生き残ったみたいな状況で、これ現実そうなんですよ、本当にね、びっくりしますけどね。で、まあ、そんなことがあって、そしてそのままずっと、まあ、沖縄の件もちょっと難航してたんですけど、でそれまでに僕はその牛虎の懇陣という、ね、東北方向の懇陣を開かないといけないということをミッションでずっと言われてたので、これは岩木山なんです。でここの御神業、昔から御神業の名前を、山陰参りっていうんです。不思議ですけどね、山陰参りっていうんです。山陰になってからやから、で僕3回いろんな人連れて岩木山に遠出水寺で行きました。ツアーも組みましたけど、3回明けに行ったんです。そして内田の子に出てもらう御神事を岩木山山頂で行いました。
ね、でそれができたので、まあ、これで一応内虎の根性は開いたと。でこれもこの時の南朝型ですね、昨日蔵王堂にちょっと沖縄のノロから言われて行ってきたんですけど、この南朝側のことが、まあ、蔵王堂も関係あるんですけども、この安徳天皇のねことですよね、南朝型ですからね。で南朝後北朝ということじゃなくて、もともとの天皇の話なんですね。大海原を城占めした頃の、まあ、バンコクのスメラって僕たちは言ってるんですけど、この日本の小さい国の天皇じゃなかったというのがさっきの森本さんのところで、明らかになって、実際世界にこう出ていって、その皇族を守らないといけないので、一番抜子相続の仁義の御事が、その神武天皇を連れて鹿児島に行ったと。それが一番最初に宇賀や吹き合図という海洋の王朝ですね。これは宇賀や吹き合図という天皇が一人おったんじゃなくて、73代か4代あったら言ってるから、この海洋を城占めした時の宇賀や吹き合図というのを鹿児島のあえら山陵というところに祀ってます。これが一番最初にその天孫氏が行ったところ